こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ノーザンスパー、これは遅れてしまいました。さて何が行くのでしょうか。ソルフレンド前に行きそうです。ジョンズコール、それに続いています。さらにはマーベラスキャンディー、8番ガルフシュペール、その後ろ。では前の方から、先手を取ったのはサンシャインチャイム、その外からガルフシュペール、その隣にローブキャスター、その横にマーベラスキャンディー、その外にジョンズコール、その外からソルフレンド、すぐ後ろにウィルアイドル、ライトシェイディー、すぐ後ろ、その隣にトゥーアルタイザのグッドビジョン、そのうちに続いています。赤の帽子ノーザンスパー、その後ろステージチャンプ、最高峰。ここからどういう競馬を見せるでしょうか。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。先頭から最高峰までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。ガルフシュペール先手を取りました。並んで7番ローブキャスター、これに続いてソルフレンド、その隣にザジュディ、その横にマーベラスキャンディー、その外にジョンズコール、さらにはヘルスクロス、並んで5番ウィルアイドル、その外からライトシェイディー、その隣にトゥーアルタザノ、その横にサンシャインチャイム、すぐ後ろにグッドビジョン。後ろからの競馬になりました。ステージチャンプ、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。最高峰にノーザンスパー、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。このあたりで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでローブキャスター先頭に変わりました。ソルフレンド、ほとんど差がありません。ガルフシュペール3番手、さあステージチャンプ前を捉えるか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ローブキャスター先頭、差はほとんどない。2番手はソルフレンド、残り 200m、 ローブキャスター先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ステージチャンプ抜けた。ローブキャスター追いすがります。先頭はステージチャンプ、1着でゴール。ステージチャンプ1着、2着はノーザンスパー、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ステージチャンプ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらフランスのドービル競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。エイティサンダー、これは好スタート。綺麗なスタートを切りました。クールタフネス前に行きそうです。ラブニゾ、それに続いています。さらにはブロードライト、2番エイティサンダー、その後ろ。前に戻りましょう。先手を取ったのはクールタフネス、その外にキーバーゴルフローズ、その外からブロードライト、黄色の帽子ラブニゾ、その後ろグラスレイン、そのうちに続いています。並んで6番ケアレススポット、サーストンカラット、この馬もこのグループ。さあ先頭は依然として9番クールタフネス、ラブニゾ、ほとんど差がありません。ブロードライト3番手、ビコーペガサス、いい位置。鞍上のゴーサインに応えるか。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭変わりました。先頭はフィーバーゴルフローズ、残り 200m、 先頭はフィーバーゴルフローズ、ビコーペガサス抜けた。リアルマリーン食らいつく。ビコーペガサスもう一伸び。ビコーペガサス、ビコーペガサス1着、2着にはどうやらリアルマリーン、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ビコーペガサス、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちらフランスのドービル競馬場から国際重賞競走をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはヘブンリーフェアリー。綺麗なスタートを切りました。キーオブラック前に行きそうです。ヘブンリーフェアリー、それに続いています。さらにはキャピタルミラージュ、4番グッドシガー、その後ろマーベラスソロン、後方から、それでは先頭からヘブンリーフェアリー先手を取りました。キーオブラックすぐ後ろ、その後ろにキャピタルミラージュ、その外からビューティーグローブ、内からはグッドシガー、藤山マーシャル、そのうちに続いています。並んで2番フェアデイム、その外からトロピカルミズーリ、その外にサンセットカール、プリンホープ、そのうちに続いています。ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭に戻りましょう。さあ先頭は依然として3番ヘブンリーフェアリー、キーオブラック、ほとんど差がありません。グッドシガー3番手、オフサイドトラップ、ぐんぐんと差を詰めてくる。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。さあ先頭に立ったのはキーオブラック、残り 200m、 先頭はキーオブラック、オフサイドトラップ必死に追いすがります。オフサイドトラップ追いすがります。一気にオフサイドトラップ、キーオブラック、キーオブラック1着、2着にはどうやらオフサイドトラップ、勝ったのはキーオブラック、見事な勝利です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。先頭はアメージングレイス、アメージングレイス先頭、アメージングレイス先頭、サードノワール迫る。一気にサードノワール、アメージングレイス、アメージングレイス1着、2着にはどうやらサードノワール、アメージングレイス、やりました。地方の意地が中央馬をねじ伏せました。